始まるよ。皆さんおはようございます。今日はもう春になりましたね。昨日おとといまで寒かったんですけども、こんなことやりましょうかね。今日は八方美人からの脱却っていうね、日本人はこれですよね。というよりも論語の中にこういう思想があって、何でもこれやられていたんです、ずっとね。その影響を引きずってます。とにかく八方美人ですね。国際的にですよ。あるいはあれですね、地域で住んでいても家庭生活でもこういうのありますね。つまり逃げですよね。で、こういうところにちょっとくっつけてみました。ウクライナ難民は受け入れるな、アフガンは受け入れない、あ、受け入れるが、なじゃないこれがだ、間違えるな、受け入れる、アフガンは受け入れない。これ、ウクライナ難民を受け入れましょうっていっぱい支援したり、人道活動でそういうとこあります、今ね。だけど、アフガンって一言も言わないでしょ。アフガニスタンどうしたの？あんなに大騒ぎしたのに。で、日本人ってのは公平が好きな国だから、どうしたのっていうことを言うんかと思ったら誰も言わないっていうね。アフガン難民の人たちとか、中東系の人は言ってます。これ言ってます。なんで、ウクライナだけああいうこと言ってアフガン言わないのって言ってますよ。でも、メディアとか、NHK はじめね、多くのところは、ウクライナばっかり言ってるんですよ。で、これはね、やっぱり今こそ、日本人はね、考えなきゃいけない。こういうのがあるんですよね。国に道あれば、ことを、言を高くし、行いを高くする。高いですよ、これ。国がよく収まっていれば、道っていうのは道理ですね。国に道理があるならば、言を高くしっていうのはね、これは危険っていう意味じゃないんです。一言言おうってことです。自分から出ましょう。能力発揮しましょう。行いを高くするっていうのは、行動に出ましょう。国がよく収まっていればですよ。国に満ちなければ。国が乱れてきて、道理が全然ダメになっちゃったらば、逃げましょうって言うんです、これ。行いを高くしっていうのは、正義は貫くけれども、自分自身で、言は譲る。これ、謙遜の損です。言葉は控えましょうってことが書いてあります。言葉は控えるんです。やることはやり、まあ、そっとやるんですよね。で、この考え方っていうのはね、逃げの論語って言って、君子危うきに近寄らずって、これ一番に書きました、ね。これなんですよ。で、論語に限ると中国っていうのはね、こういうところがたくさんありまして、君子危うきに近寄らず。今中国は出てこないでしょ。様子見ますよね。で、君子危うきに近寄らずってのは逃げじゃなくて、様子を見るんです。これが重要なんです。様子を見るということは、出る時がいつかってことなんです。でもね、なさねばならぬ時があるでしょ。出なければならない。中国は出てきますよ。絶対にこれは。だから、家庭生活でも、学校生活でも、会社の中でも、君子危うきに近寄らずっていうのはいいんです。いいんですけれども、それで終わっちゃったらば、縮まっちゃって萎縮しちゃいますよ。それで、ゴミみたいに吐かれちゃいますから。そうじゃなくて、時を見ろってことです。言うべき時を見ましょうってね。ボタンの掛け違いするなってことです。だからやるということを前提にしてるんです。だから今はこれですね。八方美人を政治的にやめましょう。あるいは家庭とかね、学校の中でいきなりそういうことはできないですから、徐々にこの新学期が始まってから、よし、私はこれから、俺はこれから、八方美人になるのやめようと。自分で自分を主張するようにしようって考えて、就職したりね、社会人になってした方がいいです。で、これウクライナとロシアのことを中心に今日は言いますけれども、道は道理です。ロシアよりもウクライナにありますね。これウクライナ何もしないんですか。ロシアがいきなり攻め込んできちゃったってこと、これ誰もわかります。これ国際的にはもう国連もみんな言ってますね。で、じゃあアフガニスタンはどうなの？アフガニスタンだと同じじゃないか。でも、アフガニスタンの中にはね、道理がないんですよ。国自体がね。国民がみんな逃げ出してますよね。ウクライナは国民は逃げ出してないでしょ。家族だけ逃げて、男どもは戦ってますから。これは道理があります。国を守ろうという道理があります。アフガニスタンはありません。ただ逃げ出しました。で、道理というのはね、政治よりも人道のことなんですね。人道のことなんです。政治よりも人道。人道というのは、ただの道場じゃないですよ。道場ではありません。国益を必ず考えますから。そうしますとね、よく日本のことを考えてみた場合、
国益と歴史をちょっと考えてみましょう。ウクライナはユダヤ系が多いんです。もちろんこれスラブ系の中のユダヤ系ですよ。ポーランド、チェコ、ユダヤが多いです。で、日本人がユダヤを助けた歴史っていうのはたくさんあるでしょう。皆さんはこういうこと言うと、杉原千畝ってすぐ言いますよね。杉原さんよりはもっと前になります。杉原さんは前があったからやったんです。この人たちは。で、なんで日本人は、ウクライナ、ユダヤ人をずっと助けてきたか。これね、もっと先にさ、遡るといろいろわけがあるらしいんですけれども、日露戦争の時もそうですよ。でもまあ、最近のことで、ここ100年のことを言いますとね、まず明治20年、明治じゃなくて、大正10年頃、1920年頃、あれですね、ユダヤの子供たちが、シベリアに、抑留された時に日本人が助けました。日本人の、陸軍が助けました。これは赤十字と一緒にね。これを600人ぐらい助けたんです。で、1年間日本に住まわせて、ここはポーランド系ですけどもね。ユダヤ、ポーランドに返しました。それが、もう今90近くになって覚えてるっていうので、だからポーランドと皇室、日本の皇室は関係が深いんです。ポーランドではワルシャワで日本大使館では毎年やってます。日本人の日っていうのがあります。それから、その次は、オトポロ事件って言って、第二次大戦の時ソ連にいじめられたユダヤ人が、日本を通って逃げようっていうんで、満州国を目指しました。その時に5000人助けました、日本人は。アジア号っていうのを出してね。これが樋口喜一郎という陸軍中将ですね。これは立派なことです。で、その何年か後です。4年ぐらい後かなに杉原千畝が出てくるんです。だから、日本人っていうのは歴史的にずっとユダヤ人を助けた歴史があるんです。これをね、もっと深く勉強しなきゃいけないと思いますね。宗教観も関係ないですから、日本はあんまりね。多神教の国で、キリスト教の国ではないですから。ユダヤ教も関係ないです。で、ユダヤ系の人っていうのはユダヤ教ではありませんよ。別にこれは。ただ、私たちの祖先はユダヤ人だっていうだけです。だから何も悪いことしてないし、詳細がある。何よりもウクライナっていうのはね、民度が高いんです。これは。だからこういうこと言っちゃかわいそうですけども、言わなきゃダメですよ。区別しないともう。アフガンよりもユダヤ系の方が、ウクライナの方が民度が高いんです。だからもしも日本に来ても、一番重要なことは、日本に馴染めるかどうかよりも、日本に来たら帰ります。彼らは。日本に来て住み続けることはしません。自分の国は帰りますよ。そういう人たちです。だから、ロシア人がたくさん日本に来てますけど、いろんな商売やりにね、ウクライナ系の人もものすごいです。相撲取りにもいます。幕下にはね、セルゲイ君といいますけどね、私の、悲劇ですけども、そういうふうので、これ助けましょうって言います。だから今、我々は、ウクライナを支援するのならば、歴史に参加するってことになります。歴史に参加する。やっぱり何かでやりたいことは、毎日テレビでやってます。ポーランドの人であるとかね、ポーランドに住んでる日本人であるとか、ムルマニアに住んでる日本人であるとか、日本の国内でも何かできることがないですかって言って、支援をします。ボランティアがいっぱい出てます。っていうのは、一番あんまりやりすぎると、アフガンはやんないで、なんでウクライナやんのっていう文句出ますよ、絶対に。でもいいんです。ユダヤ系だから助けましょう。それでいいんです。そういうことは、八方美人をやめましょうって時ですよ。これ日本の国益っていうのはこれから、ウクライナなんかと付き合わなきゃダメです。で、その時にですね、今一生懸命で、援助してますね。いろんなところにあります。ウクライナを助けよう、助けよう。いいですよ。いいんです。ウクライナの助けで。ただ、ウクライナにお金やっちゃうと、武器とかなんとかっていうね。この前、ジェレンスキーが、NHK かなんかで、いろんな国回ってやってますよね。で、その時に、武器供与は日本はできませんから。武器供与してくれとは言ってないから大したもんなんですけれども、実は、ウクライナを支援するよりも、その周りにあるルーマニアやモルドバを支援しなきゃダメなんですよ。これ、もちろんウクライナもいいんですけれども、ウクライナの人たちが逃げていくルーマニア、モルドバっていう国はとっても貧しいんです。私何度も行ったことあるんですけども、ポーランドはまあマシです。マシだけれども貧しいです。ウクライナ人がポーランドに、落ち延びた人たちがなんかインタビューされてましたけど、こんなこと言ってました。狭いんですけれども、とても親切です。その人とでわかるでしょ。狭いんですよ。
やっぱり引き受ける家庭が。だから、自分たちの生活を無理してるんです。無理をして、いろんな生活を切り詰めて、ウクライナの人をどうぞって言ってます。で、ウクライナの人も、もうとにかく帰りましょう。いつまでも厄介になりませんよってことは自分たちで言ってます。で、それで、モルドバとか、ルーマニアとかっていうところに行ったら、この国はとっても貧しいんです。まあ、例は悪いかもしれないですけども、我々東京に何か被災があって、東京の人たちがいきなり、下北半島かなんかの村にボーンって行くようなもんですよ。そのくらいの経済の差があるんです。それは行った人が嬉しがりませんぐらいな、もう恥ずかしい、かわいそうって言った人が、避難した人も思うぐらい、ここは貧しいです。はっきり言っちゃうとね、そういうことなんですよ。でも、逃げざるを得ない。だとしたらば、我々の支援っていうのはこっちにするわけですよ。第一にね。でも、そうしてしまったらですよ。ここですよ。言を高くし、行いを高くするってね。もう国に道がなければ。でも、あったらば出ていこう。言いますよね。出ていいんです。行った時にはそれだけの危険がありますよ。動いたらロシア相手を覚悟しない。こういう人たちを支援しますよね。こういう人たちを支援しました。そしたらば、その人たちに敵対するロシアという国を相手にしなきゃいけません。だからもう、北方領土の問題は、俺たちはやらないってロシアは言ったでしょ。だから、岸田君は大したもんですね。いいですよ、まだ悪いんだから。って。そういうふうに言わなきゃダメですよ。これ、中国もそうです。喧嘩売ってるわけじゃないですよ。売ってるのは向こうですから。で、我々は、道理に合ったことをしているわけなんで、これは日常生活もそうですよ。道理に合ってることをしてるんだったらば、逃げちゃダメですよね。それに立ち向かっていかないと。道理に合ってることだとしたらね。道理というのは一体何だ？そんなこと言っちゃダメですよ。そういうことじゃないんです。道理に合うってことは直感でいいんです。直感で道理に合ってると思ったらそれで行くべきなんです。その人の方が多いんですから、世の中はね。一体道理とは何だ？考えましょう。そういう議論を始めちゃったら、人は助けません。助けられません。だから、もう当然、いいことをしたら、そのお返し、危険性があるんです。これ当然ありますよ。この覚悟はね。そこのところをちょっと考えながら、やらなきゃいけない。でも今、まさに、八方美人をやめる時ですよ。日本はね。これだけ中国、ロシアにやられてるんだから。今、会社でも、日常生活でも、自分自身がしっかりしないと、いつまでも下向いてるようなね、生活を送らなきゃいけないような日本人はもうやめた方がいいですね。論語はそういうことってのはあるんです、実はね。以上です。論語。